ネイヤスイチは中華人民共和国国立交渉ボタン港市に位置する研究士。国立交渉東南部ボタン港沿岸に位置し、農業や林業が盛んな他牧海国に関係する歴史的な観光資源も多い町である。ネイヤスイ地域は北に向かって流れるボタン港の両岸に広がっている。川の両岸は水田地帯だが、他は多くが森林に覆われている。 地域の南部には、ボタン港が火山噴火でせき止められた大きな天然湖、京白湖がある。東は、牧師に接し、西は、海林市と隣接し、南は、ボタン港を遡り、吉林省延辺町専属自治州、大木吉県に至り、北は、ボタン港市の宿につながっている。年安市街の西南、東京上鎮や牧海鎮の周辺に、 当の長安を模した、渤海国の首都、上行流旋府が置かれており、今も、三重の城壁や、宮殿の基壇、仏教寺院などが残っている。新代の1666年、ロシア帝国や女神族などに対する軍事組織である、人ぐた将軍が、人ぐた宮城から、現在の霊や水違いの地に築いた人ぐた新城に移転した。1676年に、 人武田将軍が吉林に再移転するまでは、ここが新朝の満州支配の拠点であり、以後も人武田は満州東部の重要な軍事拠点、公益拠点、農業地帯であった。新末には1902年に水分町が設置され、1909年には水分府に昇格、翌年にネイヤスシフと解消されている。中華民国成立後の1913年に、 年安市県が設置され、中国人や朝鮮人の農民が多く移住したが、この地は中国の革命運動や朝鮮人の抗日パルチザンなどの活動の拠点となった。満州国建国後、当初は吉林省1934年12月に貧困省1937年7月にはボタン交渉に移管された。この時期の安市安県は、 母体公使の建設により安ア安は拠点都市としての役割を譲っている。1945年の日本の敗戦と満州国の崩壊に伴い中華民国の市政権が復活したがすでに始まった国境内戦により中国共産党の実行支配下に置かれた安ア安県には解放区が設置され1946年4月には水泥省が設置された。また、 同年8月、県北部の新安、海林、王道川湖地区に、新海県が新設されている。同年10月、水根衣装の廃止に伴いボタン高専区に、遺憾、1947年5月には、予憾、京白、砂蘭地区に、鏡パク県が新設されている。同年10月、ボタン高省の新設に伴い安市安県は、遺憾、 1948年7月のボタン交渉廃止に伴い松江省に移管された。同年10月に鏡パク県は廃止となり安安県に編入。1954年7月の行政整理により国流交渉の管轄とされた。1956年3月新設された母体交戦区の管轄となり、同時に海林県西部が 安市安県に編入されている。また、1962年10月、旧海林県地区が安市安県より分割され海林県が再よけされている。1983年9月3日、ボタン構築が廃止となり、地球市のボタン構築が成立すると、安市安県は、その管轄下に置かれ、1993年に、ネイ安市県は、 研究士の年夜水地に再編されている。2005年には砂乱鎮で土石流が発生、小学校が被害を受け多くの児童が犠牲となった。一海道、八鎮、二郷、二民族郷を管轄、東京上鎮では水筒の生産が盛んである。特に、響き水大米は、真の皇族の食用に供された銘柄米であった。他に、ニンニク、スイカなどが、 中国国内では有名で、国内外に出荷されている。漢族が主で、朝鮮族や、満族などの民族が相当数住んでいる。母体公使から、鉛筆方面及び、都門方面に向かう道路が地域を南北に走っている。また母丹港から都門を経て、北朝鮮に向かう図予選が通っている。ありがとうございます。